皆さんこんにちは。私の YouTube チャンネルへようこそ、お元気でいらっしゃることを願っています。最近のウェバースでのライブ配信で、ジャングコックは冷静かつ懸命な態度で自身の見解を共有し、心配するファンに対して安心感を与えました。感情的に反応するのではなく、BTS メンバーの団結を強調するような穏やかな言葉を慎重に選びました。アーミーの皆さん、 噂が流れていて心配かもしれませんが、私が強調したいのは、私たちはいつも一緒にいます。私たちはお互いを支え合っていて、それはこれからも変わりませんと、ジャングコックは優しい笑顔で語りました。このメッセージはファンに温かく受け入れられ、SNS にはジャングコックと BTS への指示のコメントが溢れました。彼の言葉はファンに安心感を与えただけでなく、 アーミーに対して噂に冷静かつ懸命に対処するように促しました。ジャングコックは、ファンが BTS とそのともに歩んでいる旅を信じ続けることを願っていると述べました。私たちは大きな家族のようにお互いを見守り合っていますので、私たちの善意を信じてくださいと彼は自信を持って付け加えました。この発言は、世界中のアーミーからポジティブな反応を呼び起こしました。 多くのファンは、ジャングコックの冷静で誠実な姿勢に成熟さを感じました。また、ステージ上や日常生活で長年築いてきた彼とタウヒュンとの深い絆が彼らの強いサポートと信頼関係を強調しました。具体的な問題の詳細には触れず、ジャングコックはまたハイブのサポートに感謝の意を表し、この問題が早期に解決されることを望んでいると述べました。彼は、 BTS の全メンバーが舞台裏で懸命に働いているチームの努力を深く評価しているとファンに安心させました。私たちは一人では全てを成し遂げることはできません。ハイブの多くの方々が私たちのために懸命に働いてくれており、関わる全ての人々が最良の結果を得られることを願っていますと彼は資料深く語りました。ジャングコックの言葉は広く称賛され、 多くのファンはより安心し、状況についてより広い理解を得ることができました。まるでファンが BTS の旅と挑戦の一部となり、共に進んでいるかのような気持ちになりました。ジャングコックの成熟した態度は、BTS メンバー間の友情と強い絆の象徴でもあります。ファンは彼が懸念を受け止めるだけでなく、チームワークと献身をも強調する姿勢に感謝しました。全体として、 このライブ配信はジャングコックとアーミーの間に深い絆を再確認する瞬間となり、グループとファンの間にある信頼と愛情を強めました。彼のメッセージは、安心感を与えるだけでなく、BTS とアーミーが共有しているび相互の支えと信頼の大切さを思い起こさせました。ジャングコックの姿勢は、アーティストとしてだけでなく、人間としての成長を示すものであり、 ファンや BTS 内部の関係に対する彼の真摯な気持ちを垣間見ることができました。彼の資料深い言葉はアーミーに共鳴し続け、グループと共に築く未来に対する信頼を一層強くしました。皆さん、今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。感想はコメント欄に書いてください。次の動画でお会いしましょう。お体に気をつけて、さようなら。